日まですごい YouTube とか見ながら練習してフェイスノートを書いてドライバーの言う通りに書いてきました。消火器車検終わりです。以上です。頑張ってください。このようにはですね、本日の競技説明を、ロストしないように完走します。二人で楽しみスタロー、いらっしゃい。リシリーズのチャンピオン、菊池スタロー会長、いでとは言ってもらってます。からスタートしておりますので、この後続々と86が登場をいたします。この後スタートして最高です。ドリフトして危なかったんですけど、無事帰ってこれた感じです。1位取れるように頑張ります頑張りましたもうがむしゃらに踏みました。いろんなところを回れるので、その土地の土地の美味しいものを食べたりとか、あとはたくさんの人と交流できる機会が本当に多いので、そんなところが魅力です。はい、一般道を全力で走れるところと、あとはもうこういう時期は紅葉とか、春だと桜とか、景色見ながら走れるのがいいところだと思います。車の特性が分かってくるので、普通の一般の運転もなんか上手くなるっていうのがすごい面白いんじゃないかなと思います。自分で車をね、こんなにコントロールするのがこんなに楽しいかと。それでタイムと技術がこうマッチングしていくところが一番素敵です。一回乗るとまた次も乗りたいってなって、実際に横に乗ってみるとやっぱりもう全然迫力も違いますし、仲間でみんな協力してやるってところですかね。僕レースやってるんですけど、ラリーってこう地域と一体化でなんかみんなでやってるっていう、すごい感じました。まずはこう雰囲気を楽しんでいただきたいなっていう思います。で、一度これを味わうとまたなかなかこれが病みつきになってしまう